から新居浜未来会議2024高校生制作アイデアコンテスト最終審査会を開会いたします。本日はお忙しい中審査会にご出席賜りまして誠にありがとうございます。私本日進行を務めさせていただきますシティプロモーション推進課の森谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは開会に際しまして石川克幸新居浜市長よりご挨拶申し上げます。改めまして皆さんこんにちは。ご紹介いただきました今日の石川でございます。新居浜未来会議2024高校生制作アイデアコンテストの開会にあたりまして申し上げます。高校生の皆さんには勉強や部活動など忙しい中課題解決のアイデアを考え本日のコンテストに臨んでいただき本当にありがとうございます。また審査員の皆さんには忙しい中審査会にお越しをいただきまして心から感謝を申し上げます。さてこのコンテストは市内の高校生の皆さんから私たちの街づくりとして市が設定した課題の解決に向けたアイデアを募集し市の政策に反映させるとともに地域課題に向き合い参画することを通して高校生の皆さんの市への愛着や誇りの醸成を図ることを目的としているものでございます。そして最終審査会で選びました提案につきましては昨年度も一部事業化をさせていただいておりますが今回も皆さんと一緒に事業化に向けて取り組んでいきたいと考えております。私自身も本日高校生の皆さんの思いの詰まったアイデアを聞かせていただくことを大変楽しみにいたしております。結びになりますが本コンテストが本日ご参加の皆様にとって有意義なものとなりますことを心から記念申し上げまして大会に当たりましての挨拶をさせていただきます。本日はどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは本日の審査員のご紹介をさせていただきます。石川克幸新居浜市長、原和幸新居浜市副市長、楽しみにしてます、頑張ってください。久枝翔三福祉部長、はい、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。宮崎司経済部長、はい、宮崎です、よろしくお願いします。近藤敦史市民部市民環境部環境エネルギー局長、近藤です、そして東予信用金庫より幹事の久保智子様にお越しいただいております。久保と申します、楽しみにしてまいりました、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。本日はよろしくお願いいたします。続きまして本日の最終審査会の進行につきまして簡単に流れをご説明いたします。本日の最終審査会の参加者は6組です。プレゼンの持ち時間は10分で、プレゼン終了2分前にお知らせをいたします。プレゼン終了後、私の方で、それでは質疑に入りますと申しますので、その後、自由にご質問をお願いいたします。質疑がなくなりましたら、私の方で質問は以上でよろしいでしょうか、と確認させていただきます。なければ、プレゼン者の方では退出していただきます。それでは本日は皆様よろしくお願いいたします。では早速一組目のチーム新居浜様はご準備をお願いいたします。それでは一組目のプレゼンに移ります。チーム新居浜よろしくお願いします。バスに揺られて過ごしやすい新居浜駅、チーム新居浜です、よろしくお願いします。まずはじめに私たちのグループはバスを利用している高校生へのインタビューを行いました。このインタビューからバスを利用していて良いところはバス内の今ある設備が整っていること、反対にバスを利用していて悪いところもバスの設備に関することということが分かります。
次に利用者が少ない高校生を対象にアンケートを実施しました。このアンケートからバスを利用していて設備の観点で困ることが多くあるということ、バスを利用するきっかけがないためバスを利用していないということ、また料金形態に関しては現状あまり不満が出ていないことなどが分かりました。現状と課題点の整理をします。資料2からバスの利用をする上で設備に問題があり利用しにくいため、利用者が継続的に使いたくなるような環境を整えること、資料3から高校生のバスに乗るきっかけが少なく利用者が少ないためバスの広報や仕組みの面からきっかけ作りをしバスの良さに気づいてもらうこと、これらが課題に対する解決策であると考えます。そのため1、ラクバスの改善と利用者の意見が届きやすくなるようなプラットフォームを設置すること、2、瀬戸内バスのインスタグラムを開設しストーリー追加キャンペーンや広告大会を実施、バスの利用を促すキャンペーンを実施することを提案します。まずアプリラクバスの改善について説明します。現状としまして、アプリラクバスというのはスライドにあるような情報が一つのアプリで見える利用者にとっても使いやすいアプリとなっております。そんなアプリをさらに利用者のニーズに合わせたアプリとし、アプリおよび瀬戸内バスの利用者が増えるよう意見箱や最新のキャンペーン情報の発信機能を持たせることといった改善案を提案します。次に利用者の声が届きやすくなるようなプラットフォームの設置について説明します。アンケートの結果にはバスの時刻表が分かりにくい、またバス停のアナウンスが聞き取りづらいなどの声がありました。今の問題はこういった利用者の声が運営側に届いていないということです。そこで利用者の意見が届けられるようなプラットフォームの設置を提案します。次は瀬戸内バスのインスタ広告の提案です。アンケートではバスを利用しない理由として歩き自転車で十分だから、必要ないからという声が挙げられました。現状はバスの利用方法がわからない、きっかけがないという理由でバスを利用しない人が多くいます。そこで若者がよく使う SNS を通してバスの魅力を伝えることを提案します。またきっかけ作りの面で先述した通り、現在バスを利用するきっかけがあまりありません。そこで高校生を対象にしたバスの利用を促すキャンペーンを実施することを提案します。ここからはどのような事業を行うのかを考えます。資料6と7で述べたようにラクバスに意見箱、そしてキャンペーンなどのお得情報を発信する機能を追加し、利用者の継続的なバスの利用を促します。意見箱のような匿名で意見を送れるプラットフォームの設置により、利用者がよりバスの利便性を感じられるようにし、継続的に利用する顧客の増加を目指します。またバスのお得な情報をホームページだけではなくアプリで発信することにより、より多くの人がバスに乗るきっかけを作れると考えます。次にインスタアカウントを利用したストーリー追加キャンペーンについて、こちらの映像を流しながら説明します。まず瀬戸内バスのインスタアカウントを作成し、瀬戸内バスインスタアカウントのフォロー、ストーリーを使用しての拡散を目的としたキャンペーンの投稿をします。またこの投稿を映像のようにインスタ内に広告します。このキャンペーンが瀬戸内バスを知るきっかけの一つになると考えています。キャンペーンの報酬としては抽選でクオカードの申請を考えています。続いて瀬戸内バスのインスタ広告大会についてです。内容は高校生を対象にした広告制作の募集です。この大会に参加することでバスに興味を持つ人やデザインが好きな人の活躍の場になると考えました。他にも高校生目線でバスの魅力を発信することができます。こ
ちらも報酬にはクオカードの申請を考えています。次にバスの利用を促すキャンペーンの実施について説明をします。資料9で述べたように、乗車を促すバスで来た券というキャンペーンを提案します。概要はスライドのように行うことを考えており、報酬はイオンサービスカウンターでの商品券の交換を考えています。ここからは実現可能性について考えます。まず意見箱の追加に関してですが、アプリ機能の追加により少々の予算は必要にはなります。しかし工夫次第では低予算でも追加することができ、全体を加味した上で5万円ほどの予算が必要だと考えております。次にお得情報の発信についてですが、現在アプリにはお知らせ欄が存在するため、随時情報を追加することにより実現可能であると考えております。次にストーリーに追加キャンペーンの実現可能性を考えます。ストーチバスと新居浜市役所のインスタアカウントをフォロー、メンションすること、キャンペーン内容を記載することを条件とすることで十分実現できると考えます。またストーリーに追加してくれた人から抽選で報酬として1000円分のクオカードを10人に申請します。このように実行することで実現可能だと考えました。広告大会の実現可能性を考えます。費用について詳しく見ていきます。まず広告大会実施説明のチラシを作るとしたら、私たちや高校美術部の方などに協力していただくことで、費用は印刷代だけとなります。印刷代などの学校に配るための費用が約1000円、広告大会の合計報酬費用1万円がかかります。また希望者へ参加証明書の配布を考えています。インスタ広告を行う際には、短い期間で年齢層を限定、さらに新居浜市在住にターゲットを絞ることで予算を少なくすることができます。インスタ広告の費用は10万円です。このようにすれば実現可能だと考えます。最後にバスで来た券の実現可能性を考えます。運賃箱付近にバスで来た券を配置し、降車時に1枚取るようにします。3枚集まったら、これをイオンのサービスカウンターに持っていくことで商品券500円と交換するようにします。予算の都合上50人までと考えています。またその際、高校生の利用を促すことが目的なので、学生証の提示をしていただくようにしています。このようにすれば実現可能だと考えます。そして今回提案する事業案です。今年の冬休みにバスのキャンペーンを行う場合を想定して考えました。ご覧ください。最後に今回の予算です。ラクバスの改善費用5万円、インスタ広告のチラシを配布する際の費用1000円、広告大会の報酬1万円、インスタに広告を出す際の費用10万円、ストーリーに追加キャンペーンの実施費用2万5千円、合計19万6千円です。この政策を通して多くの人がバスの魅力に気づくことで、新居浜全体の魅力に気づいてもらい、過ごしやすい新居浜を作っていきたいと考えます。ありがとうございました。一つ、ちょっと教えていただきたいことがあるんですが、そのターゲットはこう高校生ということでよろしいですか。はい、そのように考えています。高校生にバスボードを利用してもらいたいということで、はい、で、その
その今回の活動で、どういうようなこう成果をイメージされているか教えてほしいんですけれど、例えばその高校生がバスで通学するこう通学利用が増えるとか、こうどういうような場面で、高校生がバスを利用するということをこうもし想定してたら教えてもらえますか。はい、この授業を通してまず高校生にバスの魅力に気づいてもらい、市外から通っている人などはバスでの登校が増えることを考えています。またイオンモールなどに、遊びに行く際にもバスの利用が増えるのではないかと考えております。また、高校生のうちからバスをよく利用することによって大人になってからもバスを利用する機会が増えるのではないかと考えております。ありがとうございました。じゃあ私の方からちょっと実現性の部分でちょっと教えていただきたいなと思ったことがあって、バス利用を促すのには、ね、キャンペーンですね、おるきっかけを作るバスで来た券の、商品券の、52分ということなんですけど、この部分についてはどこから乗っても、イオンならイオンでおり時にその、入るその帰宅券っていう券をもらえるということでいいんですか。はい、あ、はい、そのように考えております。例えば、その学生証で住所の確認とかする必要はなくてっていう感覚、そこに関してはあまり考えていない。はい、わかりました。ありがとうございます。あと1点ですね、広告大会についての、参加者っていうのは十分見込めるって考えているの根拠っていうのは何かございますか。今回の未来会議のように、いろいろなことに課外活動などに挑戦したいと考えている人はたくさんいるのではないのかなと考えています。はい、ありがとうございました。他にございますでしょうか。お願いします。はい、ありがとうございました。整理の仕方としてね、現状と課題点を整理をされて、その原因は何だろうかということで仮定を仮説ですね。でその中でね、バスの利用がしにくい、これは設備に問題があるよねっていうところで、今のラップバスにプラットフォームを作っていろんな問題に聞こうということですよね。で、だからラップバスをちょっと使ってみたりされました。今現状でどうみたいな。先日自分たちが私たちバスを利用して登校しているんですけど、バス停にラクバスの紹介の QR コードがあったのでそちらを利用しました。あれバスがねこうずっと動くじゃないですか、はい、ね、で大学の先生と一緒に開発して今今年から始めて非常に分かりやすいかなと思うけど、ちょっと使いにくいんじゃないかなと私なんか思ったりする。その QR コードを読み込んで、この6人の中のうち4人がバスを利用していつも学校に来ているんですけど、そのラクバスのアプリが開発されるまでは今バスがどこにいるのかなど遅れとかが分からなかったので、そのアプリが開発されたことで、あとバスが来てるっていうのが分かる、はい、それが来たことで分かるので、そのような意見を高校生がバスを利用している高校生が意見を出せるように
プラットフォームを入れることを私たちは考えています。もう一つ、高校生のみんな今通学でバスを利用ということで、通学じゃない高校生がバスに乗るとしたらキャンペーンともあったけども、どこに行くのかな、高校生のみんなって、まあ、バスに乗ってということになる。大体商業施設などの、まあ、イオンモールだと思うんですけど、図書館、私たちが通学している間に図書館に確か泊まるところがあったと思うので、新居浜図書館の駅で降りて、そこから図書館に学習目的で行くとかでも使えると思います。だからちょっと思ったのが、あのコースとなんかキャンペーンするのにも何かストーリーがあって、新居浜こういうところもあってみ見ませんかみたいなね、なんか一つ一工夫があってストーリー立てをしたキャンペーンをこの期間にバスにみんなで乗ってみませんかみたいなこともあっても、こう 興味というか実際こう乗ってみようというような気持ちに、なってもらう高校生のみんながねみたいなことがこれから一工夫あってもいいかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。すみません、あ、それちょっといいですか。あ、どうぞ。その例えば私たちもそのようにバスでいろいろなところを巡るとかも考えたんですけど、その今現在利用している人が少なくて、そのきっかけ作りをするっていうのが今回の大きい目的になっていて、でそのきっかけはやっぱりハードルが低いほどそのいい作用をすると思うので、そのハードルをできるだけ下げるっていうところにも着目しながらやったので、今回はこのような授業になりました。まずは一回乗ってみてもらって、乗ったことない人が多いという。そうです。乗ったらきっとバスのいいところに気づくっていうのがあると思うので。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしょうか。はい、発表お疲れ様でした。先ほど原副市長の方からもありましたけれども、あの発表の内容自体は非常に構成もしっかりしてて、大変分かりやすかったっていう感想を持ってます。で、特にですね、課題の整理なんかの時にアンケート調査を実施したりして、周りの方にもいろいろ意見を聞いてみて、自分たちの考え以外にも、皆さんがどういうふうに考えているかっていうことを踏まえて課題整理なんかをされているっていうのは非常に評価すべきところだというふうに思っています。であと、課題を、きちっと分析をした上で、利用者を増やすための取り組みとして高校生らしい、アイデアだというふうな感想を持っています。で、その中でちょっといくつかご質問をさせていただきたいんですが、あの今アンケートを実施していただいて、利用している人と利用していない人の割合が2対8ぐらいで、この2割の方っていうのは、基本的にバスで通学されている方がそれぐらいいらっしゃるということですか。はい、バスに、同じアンケートに一緒に通学目的で利用しているとか、その遊びに行くとかの時に利用しているっていう案を設けてたんですけど、通学目的が大体7割ぐらいで、その他のところに外出するっていうのが3割ぐらいの形でした。はい、ありがとうございます。今回この通学目的の方を少し増やしたいと思っているのかなっていうのが、私たまにバスを使って新居浜駅を通過するんですが、職場まで来るのにバス使うんですが、8時10分前後に新居浜駅を通過するとかなりの数の高校生が新居浜駅から出てきているんです。で、JR で新居浜駅まで来て、そこから
多分自転車とかに乗り換えて、各高校に行ったりしているのかなというふうに思ってるんですが、そういう人たちが雨の人が特にバスなんか乗っていただけると、まあ、いいのになと思いながら毎回見てるんですけど、まあ、そういうふうな人たちにこういうインスタとかそういうふうなものが、少しでもこう普及すればバスの利用者がもっと増えるんじゃないのかなというふうに非常に期待をしてますので、ぜひぜひこういうものを実現してですね、高校生の目線で発信することで、同級生とかぐらいの同年代の方に、初級できて利用者が増えてくれることを心から願っております。今日は大変ありがとうございました。ありがとうございました。はい、大変ありがとうございました。まあ発想的にも素晴らしいんですが、ただですね、バスの利用というのは今非常に低調であるということで、皆さん高校生なんで、高校生を対象にされて高校生の範囲で、調査をしていただいて、方向を決めていただいたというのがあろうかと思うんですが、本当はもう少し一般の人を対象に、アンケートもしていただいて、でそれに対する対策、そこら辺も聞きたかったんですけど、そこら辺は特に考えはなかったんですかね。まず最初にこの事業案ができるまでの経緯っていうのがあって、最初配られた資料にその乗っている年代とか、乗っている年代どこが一番多いかとかがある資料があったんですけど、それから見て、ああどの年代もやっぱり少ないから全部をやっぱ上げれるようなものを作りたいなと思って、すごい大きい事業をしようとしました。なんですけど、やっぱりその大きい事業ってなると、その予算の範囲内でできなかったりとか、その失敗した時のリスクが僕たちにはちょっと大きすぎるかなっていうのもあったりして、小規模からその大きい影響をもたらせるようなものを作りたいなと思って、この事業になりました。はい、ありがとうございます。まさにその通りだと思うんで、もう市自体もね、もうこれ何年もかけて同じことをしようんですけど、なかなか前進がないんですよ。で、なんかいいきっかけがないかなと楽しみに聞いてたんですけど、まあ高校生としてはこういうふうなもんかなというのを参考に。では、チーム2様、どうもありがとうございました。はい。